僕ならやれる。敵発見。誰よ、ラグナイトボックスを。よし。お前ほどの狙撃手はそうそうおらん。いや素晴らしい、素晴らしいぞカイ。終わった、もうヘトヘトだぜ。僕もけど、まだ気を抜いちゃダメだ。急いで戻らなきゃ。ほら、教官がはしゃいでいる間に。そうだな、ここでバレちまったら笑えねえよな。うん、笑えないね。切り抜けたか。レンジャー訓練の倍は疲れたぜ。一気に剥げそうだ。リーナじゃなかった、カイ、どうかした？いや、我ながら妙なんだ。今まであんなに的を外したことはなかったから。あれ、今までライフルを扱ったことが。ああ、みんなが連邦軍に志願した後、私はハーフェンの自警団に入団した。そこでは狙撃手を務めていたから、多少は撃てる方だと思っていたんだが、さすがに旧式の猟銃と連邦の正式ライフルとでは勝手が違うようだ。おいおい、初耳だぜ。だったらもう少し当たりそうなもんだが。おい、これ照準器の付け方間違ってねえか？なんだこれ、照準が全く合ってねえぞ。そうなのか？いや、むしろこのめちゃくちゃな照準でよくあそこまで狙えたもんだぜ。お前、ちょっと照準直して撃ってみろ。おう。なんですかこの腕前。前段ど真ん中に命中。本物の怪異以上かもしれないな。自警団時代の銃より随分撃ちやすい。このスコープというのは便利だな。カイ、お前兄貴よりすごいやつだったんだな。私はカイだ。妹はいるが兄はいない。みんな私のために協力してくれて感謝する。この借りはこの腕で必ず返すと今ここに誓おう。これからもよろしく頼む。これでいいんだよね兄さん。
それ以来リナは怪になって、ワンショットキラーの異名まで担ぐようになったわけだ。なんだよ、驚愕の真相を語ってやったのに拍手の一つもなしか。だってまだわからないことだらけだもの。怪、本物の、いなくなった怪はどこに行ったの？司令部からの特別な任務って何？怪我はどうなった？いつかまた戻ってくるの？悪いが、それは俺たちもわからねえんだ。リナのことを託されて別れて以来、誰にも何も連絡はなし。じゃあどこかで死んじゃってるかも。それはないな。カイはあの程度でくたばる男じゃねえ。だったら探そうと思わないの？彼のしてることめちゃくちゃじゃない。あいつは俺に頼んだ。俺は引き受けた。それでしまいだ。詮索はしない。俺はカイを信じるだけだ。間違ったことはしねえってな。馬鹿げてる。男同士の誓いってのはそういうもんなんだよ。それでリナに男のふりさせて戦場に駆り出すなんて。そこは心配すんなよ。託された以上、何があっても守り抜くさ。本当にそういうところがバカだっていうの？こんな戦場で守るも何もないじゃない。クロードたちが戻ってきたぞ。これでようやくテントに戻れるわね。今の話カイにはするなよ。どうして？兄貴のこと思い出させたら辛いだろ。そうよね。あれだけ仲のいい兄弟だったもの。いつかまたみんなで集合できたらいいわね。平和になったハーフェンで。いいな。ガキの頃は日が暮れたらバイバイだったが。今なら夜通し飲み明かせる。話したいことが山ほどあるぜ。酔っ払いには付き合わないわよ。さあ、凍える前に帰りましょう。差し当たっての私たちの我が家に。雪まみれのテントが我が家ね。風がしのげるだけここよりマシよ。よし、行くか。